晩はこんにちは、先日ですね、台風21号が来た時に、Facebook に書いたんですけど、台風が来た後よく地震来ますねって書いた途端北海道に地震が来てました。まあ大変なことだったんですけど、でふと思い出したんですけど、まあ、何度も言いますけど、うちとこの家なんかも古いですから、地震なんか来ますと多分もう1階は潰れそうだと、その時にね、なんかこう物落ちてきたり、で挟まれたりした時にノコギリなんてないですしね、なんかないかなって言った時に、アマゾンにですね、サバイバルキット、アウトドアキャンプ、ハイキング、緊急救助サバイバルグッズ、やったら長いんですけど、要はいろんなものが入って、値段がですね1099円があるんです。で、どんなもの入ってるか言いますと、まず、これなんですけど、これ実際に試したらいいんですけどね、これノコギリなんです。ノコギリなんですけど、ノコギリ言いましても、で普段から何のこう持ち歩くわけにいきませんから、まあ、丸めてこういう風になってるんです。ところがこれね、バカにしちゃいけないのが、切れるんです。すっごい切れるんですよね。よいしょ、あ、ちょっと今こんなになってますけど、こんな感じ、こんな感じで、気にかけてこうやってやるんですけどね、ものすごい切れるんです。これ実はこれ結構大きい木でも切れます。まあ、それが一つ入ってます。それからちっちゃいペンチが入って、ここにこれ電池入ってないから、ここに懐中電灯、電池が入ってまして、それからナイフがですね、ここに1本2本3本ハサミもついてるナイフが入ってます。それから、あとでキノコとあれつけとこうかな、こうです、ホイッスルね、私阪神大震災も経験したんですけど、おい助けてくれだって、なかなかね、何回になったら声も出ません。その時にこのホイッスルでっていうふうにですね、まあ吹けたらいいということですね。それからまあ、火が大事なんですけど、これはもう昔からありますけど、ご存知かと思いますけど、これ要は火打ち石、今火がて、ここでやるのかな、これこすっていたらね、あの火打ち石と同じ原理ですから火が出ます。火がつけれます。それから磁石が入ってます。それからよいしょね、いろんな、なんか使い方ができる、こういったものが入ってます。何も全部が役に立つとは言いませんけど、で、なんか災害が起こった時に、あるいはよくサバイバル言いますけど、の時にはたかだか1000円ですけど、あれば非常に便利だと思います。で私はいつもこれを普段あの持ち歩いてます、リュックの中に、入れてます、入れてます。で、もちろんね、こんなん実際にね役に立たない方がいいんですけど、まあ、こんだけ災害の多い国に住んでるわけですから、これぐらいのものはですね、普段から皆さん持っておかれた方がいいかなと思いますよ。なんか昨日 YouTube で見てたんかな、日本って、地震王国と言われますけど、世界2位だそうですね。世界で、2番目に地震が実際に起こってる国だそうです。ですから、今起こっても不思議でもないしね、いうことですから、物事ですからね、だからこれ準備したくらいで絶対大丈夫かいうことはないでしょうけど、でもないよりマシかなと思います。ないよりマシかなと思います。よいしょ。だからまあ、よいしょ、アマゾンでね探したら1000円ですかね、1000円、1099円で出てきますから、ぜひね、1個ぐらい、買っておられたらどうかなと思います。
で、私いつもこれ車からね中継してるんですけど、時々思うんですよ。地震とか、まあ特に地震ですね、悪質急に来てますから、台風はまあ来てるの分かりますから、その時に車へ逃げ込むのはいいんやけど、鍵なかったら大変やなと、どこかへこれ車の鍵隠しとかんとかんなと、ふと思いましたね。よく昔、うちら若い自分にマフラーのとこへね、鍵をくっつけるものなんか売ってたんですけど、それから全く余談ですけど、今日、セリア行きましてですね、これ今中に桃地君の写真があるんですけど、あれ、これちょっと今ね、これあの落ちた、みんな100円なんですけど、これをですね、あの例のプラスチック缶みたいなので全部くっつけてみました。ちょっとおしゃれだと思いません、これね、こういったことです。はい、今日の話題はこんなんです。よろしかったら登録といいねお願いします。